どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画見ていただきありがとうございます。ということで本日はがっつり一冊紹介していきたいと思います。今回紹介する作品ですね、僕すごく思い入れがあって、というのも昔ですね、僕がまだ学生時代の時に徹夜で読んで、その読み終えた興奮のまま大学に行ってっていう思い出がある作品なんですよ。でもなかなかちょっと紹介する機会がなくてですね、今回満を持して紹介したいと思います。はい、今回紹介する作品こちらですね。はい、岸優介さんの新世界よりです。この作品なんとじゃんと、はい、上中下分かれております。総ページ数は1200ページオーバーと、いやまさに壮大な傑作なんですけれども、このボリュームマックスの作品をですね、魅力語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは参りましょう。はい、今回はこちらの新世界よりということで、こちらの作品ですね、一言で言うならめちゃくちゃ難しいんですけれども、一言で言うなら SF ホラーミステリー青春小説っていう感じですね。いやなんじゃそりゃってなるんですけども、今ね言った通りこちら SF ミステリーホラー、そして青春というこの4つの要素がですね、すごく濃い濃度で入っている作品となっています。簡単なあらすじ説明しますと、この新世界よりという舞台はですね、今から1000年後の日本になります。そんな未来の日本に存在している神栖66町という町で生まれた渡辺咲希という少女が主人公の物語となります。はい、まずこちら SF の部分なんですけれども、この1000年後の日本が舞台というところから物語が始まります。1000年後というとね、なかなか想像しづらいと思うんですけれども、逆に今から約1000年前は、まあ、平安時代とかそこら辺なので、戦いもしてるし、こう和歌とかね、歌とかこういろいろ娯楽も発達してるしという、割とそんなね、今の僕たちからこう人間性的なものはあんま変わってないのかなっていうのが、その1000年というね区間のイメージですね。じゃあそんな過去は平安時代ですけれども、この新世界よりで描かれている1000年後の日本って何が違うのかっていうと、まず人口がめちゃくちゃ少ないです。しかも1000年後の日本に存在している人間たちはですね、みんなサイコキネシスを使うことができるという世界観です。この世界では超能力サイコキネシスが使えることで、まあ、生じる様々な問題っていうのも扱っています。例えば主人公の渡辺咲ちゃんは、まあ、小学生とか中学生とかね、そういう区分はもうなくて、新しい、ね、教育システムの下でサイコキネシスを使う教育を受けているなんですけれども、そのサイコキネシス以外の部分はですね、ある種今の日本の子供たちと何ら変わりがないわけです。例えばこの物語上では運動会的なものも開かれていますし、まあ、夏のねキャンプだったりとか、様々な学校の行事っていうものも描かれています。この渡辺咲ちゃんはこのような1000年後の日本でサイコキネシスを使って日々を過ごしているという、この最初の設定、僕まず読んだ時にそれだけじゃ全然なんか面白いのかなって結構思ってました。正直超能力使えるなんていうのはいろんな面白い物語が溢れてますし、まあね、未来の話を描くって言っても近未来を描くならちょっとねワクワクする部分もありますが、1000年後っていうとねちょっといまいちね遠すぎて全然イメージ湧かないんですが、ここのね世界観の部分がかなりしっかり作り込まれていて、例えばそのサイコキネシスを使えることになったことで人間たちはどう変わったのか、そして人間以外の動物はどうなったのかっていうところが結構キーポイントになってきます。ここがですねミステリーの部分で、新世界よりの日本はすごく人口が少ないんですよね。でサイコキネシスも使える、でも僕たちと一緒の人間性を持っている、じゃあなんでサイコキネシスを使えるようになったのか、人口がなぜそんなに減ってしまったのか、この部分を触れた途端にこの物語が一気に加速していきます。そしてもう一つの SF の部分が、人間以外の動物がすごく想像力が溢れている空想上の生き物たちがバンバン登場する部分ですね。まあ、例えばこの作品で超重要な動物なのがバケネズミとい う, こう本当に全長が多分100センチぐらい、まあ、小さな子供ぐらいのネズミの化け物がいるんですよ。でそのバケネズミだったりとか、まあ、風船犬っていうね、どんどん膨らんでいく犬みたいなのも登場しまして、まあ、こういういろんな動物たち、空想上の動物たちがあさかも1000年後の日本では普通だよっていう描写があって、それがすごいこの世界に引き込まれていきます。まあ、ここですね、序盤がこういう世界観の設定だったりとかにすごく使われているので最初すごく読みにくいと思うんですよ。なんですけどこの世界観を描写した後に、先ほども言ったなぜ人口が少ないのか、なぜ人類がサイコキネシスを使えるのかっていう部分がこの話のメインとなってきて、あらすじに沿って話していくと、渡辺咲ちゃんはですね、学校で6人のグループでキャンプに行くことになるんですけども、そのキャンプの途中で
ひょんなことからですね、このミステリーの部分、なぜ採掘検出が使えるのか、なぜ人口がとてつもなく減ってしまったのかっていう事実を知ってしまうんですよ。思いもよらない形で。で、ここからがどん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 面白くなっていくポイントになります。まあ、こんな感じでですね、大方序盤のねストーリーはかなり説明したと思います。このですね1000年間人類に何があったのかっていうのを知ったことで、こうどんどん物語が加速していくんですけれども、この話ですね、そのさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、上中下と、まあ、1200ページ超えなので、でこれって裏を返せば、その世界観を描写するページがなければここまで世界を膨らませられないんですよね。何を言ってるのかというと、この上中下ある中で、まあね、言っちゃうと上の、まあ、中盤あたりまではその世界観の説明するページ、物語となっているので、ちょっと退屈な部分はかなりあると思います。なんですけど、この上巻の終盤から一気に物語にブーストがかかっていって、中間と下巻どんどんスイスイ読めていきます。これですね、ぜひね体験していただきたいんですけれども、まあ1200ページちょいあるので、まとまった時間がないと読めないと思うので、まあ、ぜひね気になった方読んでみてほしいんですけれども、 SF でありホラーであり、まあ、ミステリーであるという説明したんですけど、一応青春小説の色もかなり濃く出てる作品だなと思いまして、まあ、その部分もね紹介しようと思います。この新世界よりですね、主人公の渡辺咲ちゃんが6人のグループで行動するんですけれども、その6人がですねそれぞれキャラがすごく立っていまして、女子3人男子3人で分かれていまして、女子がですね主人公の渡辺咲ちゃん、そしてマリア、レイコっていう3人の女子グループと、シュン君、サトル君、そしてマムル君というね、この3人、男子3人ですね。でこの女子3人男子3人のペアでどんどん物語が進行していきます。この3人のね恋愛模様というか青春模様っていうのも突飛な世界観の中で語られていきます。しかも1000年後の日本の話なので、まあ、今の僕たちの、まあ、一応恋愛観というかそういうものじゃない部分が結構喜く出てるんですよ。これですね、あんまり言っちゃうとネタバレになってしまうので言わないんですけれども、主人公の渡辺咲ちゃんのこの好きになる人っていう部分ですかね、恋愛対象的な面で好きになる人っていうのが、まあ、男女関係ないんですよね。でここもすごく読みどころだと思っていて、性別にとらわれない恋愛要素、青春要素も、まあ、入っていて、特にここの部分ですね、物語上あまり重要ではないかなと思うんですけども、結構僕読んでいて、この現代の多様性とかそういうものも結構含まれている部分があったので、これ特にね面白い部分かなと思いました。で最後にですね、この作品の一番深い部分、一番メインの部分をお伝えしていくと、人類がですね採掘検出を使えるってある種結構リスキーなことだと思うんですよね。もしですねこう喧嘩をしたとして、どっちもが採掘検出を使えるんだったら、例えばちょっとグロい表現になっちゃうかもしれないですけど、超能力で相手の腕を折ったりとか、もうただの喧嘩じゃ収まらないと思うんですよね。それこそ人間の感情っていうものは抑えが効かないものでもあるし、じゃあその感情の暴走っていうものにどう捉えていくのか、サイコキネスっていう一人一人が莫大な力を持っていることで人間社会をどうあるべきなのかっていう、こう哲学的な問題もかなり描写されています。ここの部分がこの作品をですね、ただの SF 小説ではない部分に昇華している部分かなと感じまして、ここねぜひね読んでいただきたい部分であります。でここまでねいろんな魅力伝えてきたんですけれども、やっぱり全体感としてこちらの新世界よりですね、僕過去に読んだ時は本当に徹夜でこう一気読みした作品ではあって、まあ、今回紹介しようかなってことでこの作品再読したんですけれども、本当にね完成された世界観で、再読なんですけれども本当にこう現実世界と切り離してこの物語の世界にどっぷりと浸れたので、もうラストの展開もですね特にお見事で、まあ、グロいシーンとかもかなりあるんですが、あそこ差し引いてもですね、いやーいいもん読んだなと、読み終わってからねずっとこの世界観に浸れる作品となっていますので、まあ、ぜひ気になった方手に取って読んでみてください。はい、ということで新世界より紹介してきました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回がっつり一冊喋ったんですけれども、いやーこの作品ですね本当に僕好きですね。まあ、1200ページって学校ね長いのであまりねおすすめはできなかったんですけれども、
今回魅力の部分をねこう話せてめっちゃ楽しかったです。特におすすめな人は、まあ、現実の世界にちょっと疲れちゃった時とか、がっつりね違う世界に浸りたいって時はぜひね、長いと思うんですが新世界より読んでみていただけると嬉しいです。作者の岸優介さんの作品ですね、僕他にもいろいろ読んでいるので、岸優介さんの他の作品もですね今後もね動画で紹介していきたいと思います。このチャンネルではこのように僕が読んで面白いと思った本を紹介しているチャンネルになりますので、この動画が良かった面白かったなと思ってくださる方がいればチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いや結構ね一冊がっつり喋るってなるとネタバレしないように喋るのがねすごく難しいですね。このネタバレせずにいかにこう面白さをね伝えるっていうのがやっぱり僕まだまだ成長途中かなと思いますので、こうどんどんね皆さんにこう面白いと思っていただけるような紹介を目指して頑張っていきますので、ぜひ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。